どうしたの、まこちゃん。それが、この間も春と買い物に行ったんだけど。あれ春？また抜き出しちゃって、止めたら止めたで春すごい怒るし。まこちゃんも大変だね。どうしたら。わかった、実験すればいいんだよ。え？つまりどのレベルで春ちゃんが抜き出すのか分かれば、まこちゃんも事前に止められるんじゃないかな。なるほど。じゃあ実験開始。まずはこれから始めてみよう。これで脱がれたら俺はこれからどうしたらいいのかわからない。あ、はるちゃん。あ、鼻で笑われた。次はこれ、洗面器。確かにさっきよりは増えたけど。あ、はるちゃん、ちょっと見てたね。あ、気になるんだ。次はバケツ。これならいけるんじゃないかな。確かにいけるかも。あ、はるちゃん来た。悩んでるみたいだね。悩むんだ。たらいならどうだ。これはいける気がする。絶対いけるよ。はるちゃん来た。惜しい。マコちゃん、ファイト。ハル、まだ空気が。もう、ハルちゃんは自分が水に浸かれないと脱がないみたいだね。なるほど、そういうことか。変わらず全然笑わねえよな。お前だって昔はバカみたいに笑ってたくせに笑わなくなったろ。ほっとけ、俺は大人になったんだよ。でも確かに遥先輩が大笑いしてるところ見たことないです。おう、ああ、まこちゃんなら見たことあるんじゃないかな。あるよ。おお、まこと何勝手に。まあまあ。おい、聞かせろよまこと。あれは昔学校の行事でみんなで宿に泊まった時だった。俺の寝てた隣の布団から笑い声が聞こえてきたんだ。そう、春の笑い声が。怖かった。それただの寝言ですよ。あれ、もうまこちゃん。本当だって。まこと、なぎさ、れお、やれ。それおい、やばい。どうだ、ハルちゃん。これでもどうだ。急に何するんだ。おい、お前聞いてるのか。笑えんじゃねえか、ハル。